目の出場ペッド・デビアスであります。昨日の記者会見におきましてブッチャーに密戦を破られました。このペッド・デビアス、それからテリーファンク軍団の受賞格でありますリック・スレーターが今入場してまいりました。次々と入場してくる選手に日本テレビから花束、豪華な花束が贈られております。さあテリー軍団の最後はご存知、初参加初優勝を狙っております第51代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、79年世界最強タッグ優勝のテリーファンク、テリーファンク登場してまいりました。相変わらず人懐っこい目をしておりますテリーファンク、しかし胸の中は打倒ブッチャーに燃えております。テリーファンクの表情が映りました。以上がテリー軍団の入場でございました。続きまして今度は全日本軍団の入場でございます。果たしてこの全日本軍団の中から優勝選手が、現れるでありましょうか。先頭はアジアタッグ選手権者コンビが先頭を切って入場してまいります。世界最強の男ジャイアント馬場ビクトリーというような垂れ幕もかかりました。果たしてジャイアント馬場巻き返しなるでありましょうか。今反対側の花道から先頭は大熊元志選手のようでございます。その後ろにグレート小鹿選手がいます。大熊元志選手に今日本テレビから花束が贈られました。そしてグレート小鹿、ベテランの味を大いに発揮してもらいたいところ、そして大物を果たして食うことができるでありましょうか。ロッキー畑、さらにまたタイガー戸口が今紹介されております。今年のチャンピオンカーニバルは正念場を迎えましたジャンボ鶴田でございます。そして全日本軍団の親分格、過去5回優勝第55代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンジャイアント馬場、以上が全日本軍団でございました。さあ最後はこの13選手最大の強敵とされるでありましょうアブドラザ・ブッチャーの入場でありますが、もうお客様がアブドラザ・ブッチャーの入場を見ようと右往左往と、アブドラザ・ブッチャーの花道の方へ駆け寄りました。さあブッチャー軍団のただ一人のマックマンレスラーミステリアス・アサシン入場、そして今頭が見えましたアブドラザ・ブッチャーです。その前にレイ・カンディも入場しております。通算3度目連続優勝を狙いますアブドラザ・ブッチャーでございます。今花束が贈られました。実力はもう皆様ご承知の通りでございます。今年もアブドラザ・ブッチャー選手が日本列島を吹き荒れることでありましょう。しかし周りはテリー・ファンク、ディック・スレーター、それからジャイアント・ババ、ジャンボ・鶴田、こういった選手との血の抗争が待ち受けているんでありますが、果たしてこの難関を突破できるでありましょうか。テリー・ファンクの表情です。以上13選手によりまして全国30会場で総当たりリーグ戦で行われます。さあセレモニーの方はここで前年度優勝のアブドラザ・ブッチャーから優勝大トロフィーが大会本部へ、送られる予定になっておりますが、これはどうやら省略されるようです。続いて PWF ロード・ブレアス会長の大会宣言です。お聞きいただきましょう。This tournament will present some of the greatest names in wrestling. These wrestlers will wrestle each other under a point system, and the wrestler with the most points at the end of the tournament will be declared the winner. This tournament is under the authority and supervision of the Pacific Wrestling Federation and sanctioned by the National Wrestling Alliance. Signed on this day, March 28th, Lord James Blair's President of the PWF.PWF ロード・ブレアス会長の大会宣言でございました。リングの中はテリー軍団とアブドラザ・ブッチャー軍団の睨み合いが続いておりますが、すさまじいフットワークで今放送席の方に突進してまいりました。非常に不気味な感じがいたします。開幕戦の入場セレモニーでございますが、山さんどちらかが素直に早くドレッシングルームの方に帰らなきゃいけない。ババが捕まってしまった。ここでジャイアントババが捕まりました。ジャイアントババとアブドラザ・ブッチャーの打ち合い、レイ・キャンディーが左右から、正面からはミステリアス・アサシンが、ジャイアントババめった打ち、ジャイアントババ早くもめった打ちでありますが、今やっとポジションを取りましたが、さあテリー・ファンク軍団がこれに参加しようとしております。テリー・ファンク軍団が参加しようとしておりますが、まずテリー・ファンクが花束を持ちましてミステリアス・アサシンに引っ掛けました。その後ろにアブドラザ・ブッチャーがいます。アブドラザ・ブッチャーがいます。あった放送席の真後ろにアブドラザ・ブッチャーの大きなお尻がやってまいりました。さあもう完全に放送席は最初からもう完全に破壊されてしまいました。非常に不気味な感じであります。ちょっと私どもも後ろには目がありませんので、
どこに焦点を定めていいか分かりませんが、テリーファンク軍団の方が今、おっと今度は本部席の方にやってまいりました。真ん中にはロード・ブレアース会長が座っております。ロード・ブレアース会長の仲裁を待ちたいですね。そうですね、やはりね、今ね、あのテリー軍団とね、はい、ピッチャー軍団が揉み合うかに見えたんですがね、そのね、全くの油断をついて馬場が攻撃されましたね。そうですね、しかもね、ちょっと馬場選手ダメージを負いましたよね。最初3人がかりですよね。そうですね、ミステリアスアサシンと、はい、レイキャンディーとブッチャーと、これはやはりね、いくらジャイアント馬場でも、はい、一気に感激をつかれて3人に攻められたらちょっときついですね。そうですね。第8回のチャンピオンカーニバル公式戦であります。世界最強ネットジャイアント馬場ビクトリー、2年ぶり6回目の優勝があります。ジャイアント馬場、日本テレビの聞き慣れましたスポーツテーマを聞きながら、今リング上にゆっくりとジャイアント馬場が姿を見せます。今日はブッチャー軍団の一人ミステリアスアサシンとの公式戦を控えております。華やかなセレモニーの後にジャイアント馬場はブッチャー軍団、レイキャンディー、アブダラダ・ブッチャー、ミステリアサシン3人の攻撃を受けましたが平然としております。全く気を許すことができませんね。そうですよ。ですから、あのこれに参加している選手というのはですね、はい、全ての公式戦を見てなきゃダメだろうと、はい、カワズだけ、カワズ落としが入ったぞ。さあどうだ、カバーに入った、おっとアサシンが払いのけました。まあ、この辺もアサシンなかなか根性がありますね。そうですね、何やら覆面のあたりに手を入れましてヘッドバット攻撃を見せた。入ってますよ、はい、馬場が倒れた。そしてまた赤いマスクから何かを取り出してお腹の中に入れた。何か入ってるようですか。完全にあの額の部分がね、膨れ上がってましたね。まあ、ジャイアント馬場選手にとりますと今日の相手はもう軽く破ってですね、2点は確実にもう自分の点数の中に計算されていると思うんですよね。そうですね、はい、まあ、それでなきゃいかんですね。まあ、あのよく開幕戦で何か波乱が起きるんですよね、このチャンピオンカーニバル。まあ、その辺ジャイアント馬場選手どうでしょうか。このミステリアアサシン、マスクの中に何か入れたようでありますが、ジャイアント馬場が気がついた。そして後をかける、カウは禁物であります。両者リングアウトは無得点、負けと同じであります。得点にはなりません。ちょっと深追いをしてはいけないジャイアント馬場、またもやヘッドバット攻撃。ミステリアサシン、上樋口がどうやら気がついたようですか。何やら上樋口が調べています。もう隠してしまったんじゃないでしょうかね。あ、本部席のちょうど目の前、今探ってますね。ジャイアント馬場探っている。後ろから行った、レイキャンディ、後ろから行きました。ブッチャー軍団のレイキャンディ、おっとペリーが入ってまいりました。テリーは今日このレイキャンディーとの公式戦が控えておりますが、テリーとレイキャンディーは公式戦のする前にですね、早くも荒れてますね。そうですね、はい、やはりね、馬場がやられてるのを見て思わず飛び出してしまったんでしょうね。このテリーファンクとレイキャンディー、そしてディックスレーターとアブドラブッチャーとの一戦がこの後公式戦で控えておりますけれども、その間にジャイアント馬場がリングの中に上がることができない、リングの中に上がることができないジャイアント馬場。そしてどうやら上樋口がカウントを要請してミステリアサシンの手を挙げた、手を挙げました。これはどういうことですか。おっと、パラリングアナウンサーのコールが聞こえます。リングアウト負けですね。リングアウト負けというような、おっとご覧ください、ジャイアント馬場の表情、左手を額に上げておりますけれども、これはミステリアサシンの攻撃を受けてリングの中に上がることができなかった。それからレイキャンでも入ってきた、かなりジャイアント馬場のダメージがありますね。非常にね、微妙なところなんですね。ですから、はい、いわゆるミステリアサシンの攻撃を受けて、ダメージを受けてリングアウトになったのか、それともレイキャンでの一撃の方が与えたダメージの方が大きいか、その辺の、取り方はレフリーの判断ですね、はい、しかし上樋口はミステリアサシンの右手を上げました。今ロードベラースピーダーベラフの会長がですね、テリーファンクと何やら話し合っております。おそらくね、テリーがね、アピールしてるんでしょうね。なるほど、やはりそのレイキャンディが入ってきた、ミステリアサシンも頭突き攻撃に何か狂気を入れている、そのあたりテリーファンクが、まあ注意を与えたわけなんですけれども、その辺はレフリーの上樋口は認めませんね。判断がね、ご覧ください、ジャイアント馬場の普通の表情、